10月27日投開票の衆院選。注目選挙区の一つが東京24区である。政治資金パーティーのキックバック2728万円を収支報告書に記載していなかったことで、1年間の党の役職停止処分を受けた萩生田光一元政調会長が立候補。自民党から公認されず、無所属で戦っている。他に、 立憲民主党の元参院議員、有田芳生氏、日本維新の会、佐藤由美氏、国民民主党、浦川祐介氏、参政党、横倉さゆり氏、無所属、畑尻文雄氏が名乗りを上げる激戦区だ。終盤になり、萩生田氏と有田氏がデッドヒートを繰り広げています。どちらが勝つか、全く予断を許しません。萩生田氏には16日、こ 安倍晋三元首相の妻、昭恵さんが応援に入り、有田氏には15日に野田義彦代表、24日に蓮舫氏がマイクを持ちました。勝敗は僅差で決まると思われますが、萩生田氏は無所属なので、小選挙区で負ければ議員バッジを失います。厳しい選挙戦の中、萩生田氏は SNS 戦略にも余念がない。日に何度も公式 X を更新しているが、 食べることが大好きと公言するだけあって、目立つのは、ラーメンだ。公示日である10月15日以降、萩生田光一事務所の X では、こんな風にラーメンを紹介し続けている。今日のお昼は、ともえさん八王子ラーメンの名店ですが、今日は、わかめラーメンをチョイス。私は、わかめか煮卵トッピングが定番です。17日。今日のお昼はラーメンで、 裏元祖八王子ラーメンを受け継ぐ老舗19日今日のお昼は大新亭さんデカ盛りが有名なお店でチャーハン広東麺焼きそばを頼みました21日今日のお昼はみんみんさん昔麻生元総理に街頭演説へ八王子に急遽来てもらうことになりうまい八王子ラーメンをご馳走してくれということでお連れしたことがあります23日 もはや、ラーメン食べ歩き日記となっている。玉ねぎがたっぷり乗った八王子ラーメンは八王子市民のソウルフード。ミンミンはタレントのヒロミさん一家も常連。ヒロミさんが主催する八王子会の面々も通うそうです。萩生田さんのラーメン好きは有名ですね。市内のほとんどの店を知っているんじゃないですか。八王子市民。こうした有名ラーメン店の紹介に、X では、 萩生田氏を応援する声が続出しているかと思いきや各投稿へのリプライは非常に辛辣なものばかり中には転職を勧める投稿までされる始末だ。萩生田さんには落選してもらって残りの人生をラーメンユーチューバーとして過ごしてほしいもはや食べ歩きしたいだけなのではこっちがメインなのでは萩生田が食べてる八王子のラーメン普段は税金で 贅沢放題ししてるのに白々しい一方、心的ストレスでラーメンしか食べられなくなってる、萩生田さんのお昼ご飯が、ラーメンばっかりで心配になる。塩分大丈夫かなぁと健康面を心配するポストも。だが、萩生田氏を応援する声はなかなか見つからない。それもそのはずです。もとより、裏金議員として、非公認候補として戦っているわけですから、ダーティーなイメージは強い。 それに加え、23日には赤旗が、非公認議員が代表を務める自民党支部に2000万円の政党交付金が支給されていたことを報じています。いわば、第2の裏金です。いくら萩生田さんが毎日、庶民派ラーメンを食べて、親近感を感じてもらおうとしたところで、自民党から未だに潤沢な資金が舞い込んでいると、有権者は知ってしまった。白々しくも映るでしょうね。 運命の27日まで残り3日となった有権者が知りたいのはラーメンの味ではなく裏金の落とし前だろう以下はネット上の意見をまとめたものです萩生田さんよく永田町のサウナマッサージ公用車で昼間から行ってるそうですがラーメン屋もアルファードの公用車で行ってるのですか夜はさすがに公用車で神楽坂の高級ステーキ店に行ってるのでしょうね 小安倍政権時にどれだけの裏金貯めたのでしょうね。何十億は超えたでしょうね。みんな、スイス銀行に預金でしょうかね。立憲民主党を推しているわけではないですが、萩生田氏の議員バッジを外すことができるなら全力で、有田氏を応援したいと思います。こういうことをすると地元で、代々有名だろうと、市民や区民は落としますよ、という投票結果と態度を皆が見せないと、 萩生田さんに限らずダメだと思いますそれが自民党以外の政治家にもいい加減をして地位にあぐらをかいていると国民は容赦をしないという危機感を持たせることになると思うのですが先祖代々お世話になっているからとかはもういい加減に国民側がやめないと変わらないのではないでしょうかお金持ちでもラーメン好きは多いですね 萩生田氏の場合、二世議員ではなく、市議からの叩き上げなので若い頃はそんなお金持ちじゃなかったのかもしれませんが。でも、還暦声なのにラーメンをそんなに食べて、健康への悪影響はどうなんでしょうね。選挙期間も後半になって情勢が厳しくなってきました。部外者なのでよその選挙区のことに口を出すつもりはないですが。 選挙結果を生温かく見守ることにします私は神奈川県の山和市民です。前回の衆院選では疑惑まみれのあまり議員を破った立憲民主党のふとふと秀でさんに投票しました。私は保守で立憲民主党支持ではないけど、やっぱり大物政治家かしらんがダメなものはダメでしょう。八王子地区の有権者の方々の良識ある判断を期待しています。 確かこの人、政治資金報告書で、餃子の王将で、月30万円使っているって報道があったな。サラリーマンが昼時にラーメンをこむ場所でどんな、お打ち合わせをしているのやら。国会議員が、やっぱり多すぎるし、政治団体を利用した節税スキームもそうだけど、経費計上のルールや税制が、政治に対して、甘すぎると思う。 今井絵理子さんとこの人は何をやっても言われるから、潔くお辞めになったらいいのに。この期に及んで、辞めずにまた立候補する志が、知りし欲よくのためなんだろうと思えてならないのは、私だけじゃないはず。これだけ叩かれても、のうのうとしていられる、精神力は、すごいとは思うけれども、自民党を応したいわけではないが、立憲や、 他の政党に入れても変わる気がしない。裏金議員は本当に一回議員辞めてもらいたいのは確かだ。だから、裏金議員がいるところには他の議員を押す。無党派層の支持を集めていると報道出てるって報道では見るけれど本当に議員に期待している人はいるのだろうか。誰がなっても同じ、裏金は落選させたい選挙と言ってもいい。 ラーメン屋に行く回数が月に3.4回から1回あるかないかになりました。賃金は社会保障費の高騰で手取りが下がり物価高で節約生活を余儀なくされているからです。ラーメンは庶民が昼食に気軽に食べ物ではなくなりましたよ。運1000万円の裏金を懐に入れる人たちにはわからない世界でしょう。東京24区の皆さん。 裏金の説明も果たせない人間に政治は任せてはなりません具体的な政策も出さないで増税増税を繰り返し言ってきた自民党に国民は疲弊しきっていますさらに追い打ちをかけるように当選した輩には復党すら考えている自民党は単に議席を増やす数で物を言わせるつもりなのです国民を欺き無視する政党をこれ以上 暗躍させせてはなりません日本国民の意識改革の時です裏金問題も重要だけど保守と言いながら結果的に日本人の財産を韓国に吸い上げさせていた統一教会の問題の方が大問題だと思いますそのことを指摘する報道がほとんど見られないのは何かの忖度かと勘ぐりたくなります統一教会と自民党が決別できるかの ターニングポイントは、萩生田氏が落選するかどうかだと思います。